コーヒーにきな粉を混ぜるだけでこんなに嬉しい効果があるなんて、なんで今まで知らなかったの？今回の動画は小さじ1杯混ぜるだけお腹の贅肉が落ちるコーヒー×きな粉の痩せるだけじゃない効果というテーマでお伝えします。皆さんはブラックコーヒーはなんだか物足りない、苦くて飲めない、コーヒーと一緒にお菓子を食べないと気が済まない、ついつい食べ過ぎてしまうなんてことはありませんか？そんな方におすすめなのが、じゃーん、きな粉コーヒー。え、きな粉とコーヒーなんて合うの？きな粉を入れただけで何が変わるの？って思った方もいらっしゃるかもしれません。でもきな粉コーヒーはダイエットや健康、美容などあらゆる効果が期待できるだけではなくって、美味しくヘルシーに楽しめる工夫もあるんです。つまり今回の動画をチェックすれば、美味しいコーヒーで皆さんが抱えている悩みをまるっと解決できると言っても過言ではありません。ということで、コーヒーで楽にダイエットしたい人はぜひこの動画を最後までチェックしてくださいね。特に最後にお伝えするあるポイントっていうのが重要になってきます。きな粉コーヒーの効果1、代謝アップ効果。きな粉とコーヒーの味の相性がいい理由の一つが、きな粉の原料は大豆ということ。つまりソイラテに近い味わいになるんですね。しかもきな粉の自然の甘みや香ばしさによって満足感も得られやすい。そしてきな粉の原料が大豆ということは、タンパク質をはじめとする栄養が豊富。大豆は畑の肉と呼ばれるぐらいですからね。またタンパク質というのは筋肉の材料になる上、体温を高める効果が高い栄養素。コーヒーにきな粉を加えるだけで代謝の維持増進に効果的なんです。その上、きな粉にはイソフラボン、コーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールが豊富。ポリフェノールにはアンチエイジング効果があることは皆さんすでにご存知かと思いますが、その理由はポリフェノールには抗酸化作用があるから。つまり体の老化を防いで代謝を高めてくれるんです。このようにきな粉コーヒーを飲むだけで老化予防しながらダイエットできるんですね。きな粉コーヒーの効果に脂肪燃焼効果、満腹感を高める効果、なんときな粉コーヒーはただ代謝を高めるだけではなく脂肪そのものを落としやすくしてくれるんです。なぜならそもそもコーヒーに豊富なカフェインには脂肪燃焼効果があるから。カフェインは交感神経を優位にすることでリパーゼという脂肪分解酵素を活性化させてくれるんです。しかも先ほどご紹介したコーヒーのクロロゲン酸には脂肪の吸収を抑え、すでに体に溜まった脂肪まで分解する効果があると言われています。またきな粉に豊富とお伝えしたタンパク質やサポニンという成分には満腹感を高める効果があります。きな粉コーヒーはついお菓子に手が出やすい人、食事を食べ過ぎてしまいやすい人におすすめの飲み物なんです。このようにきな粉とコーヒーはお互いの相乗効果によってダイエットを進みやすくしてくれるんですよ。きな粉コーヒーの効果3つ目です。デトックス効果。あんまり知られていないんですが、きな粉って便秘解消に必要な栄養が網羅されているんです。それは食物繊維、オリゴ糖、マグネシウム。というのも食物繊維は便の材料になる効果、腸の動きを良くする効果、善玉菌の材料になる効果などがあって、オリゴ糖は善玉菌を腸に定着させる効果、マグネシウムは便に水分を含ませて出しやすくする効果があるから。しかもコーヒーも便秘解消効果が期待できます。オリゴ糖が豊富だから。その上コーヒーのオリゴ糖は脂肪の代謝を誘導し、体脂肪をつきにくくすることも分かってきているんですよ。ちなみに消化の影響をほぼ受けずに 96% が機能を保ったまま大腸まで届くと言われています。つまり腸活効果が高いオリゴ糖なんですね。実際 AGF と昭和女子大学のとある研究によると、コーヒーオリゴ糖を摂取することで1週間の排便回数が5回から8回に変化したという実験結果まで出たそうですよ。コーヒーにきな粉を混ぜるだけでこんなにも嬉しい効果があるなんて、なんで今まで知らなかったのって思ってしまいますよね。ただ冒頭でもお伝えしたように、ブラックコーヒーが苦手な方、甘いものがないとコーヒーが飲めないっていう方もねいらっしゃると思います。続いてはダイエットや健康、美容効果も高めてくれるきな粉コーヒーのおすすめの飲み方もご紹介していきますね。きな粉コーヒーのおすすめの飲み方1、カフェオレにする。これはきな粉コーヒーの最もおすすめな
取り入れ方というのも、ミルクのクリーミーさがきな粉とね、とってもよく合います。これならブラックコーヒーが苦手な方でも美味しく楽しめます。特にこういった豆乳でソイラテにしてきな粉を加えれば、大豆製品同士で味の相性も抜群。しかも豆乳は牛乳よりも低糖質低カロリーなので、ダイエットにまさに効果的。豆乳もタンパク質が豊富なので、きな粉コーヒーの代謝アップ効果、満腹感を高める効果をさらに高められます。食欲が暴走しやすい方や、忙しくって食べる時間が確保できない方は、特にこのきな粉カフェオレがおすすめな取り入れ方ですよ。きな粉コーヒーのおすすめの飲み方に、じゃん、蜂蜜を入れる。先ほどきな粉の甘みで満足感が得られやすいとお伝えしましたが、きな粉だけではどうしても甘みが足りない、やっぱりコーヒーは甘いものとセットで飲みたいという方もいらっしゃると思います。そこでおすすめなのが、先ほどのきな粉カフェオレにこういった蜂蜜をプラスすること。甘い蜂蜜入れても大丈夫なのって思った方もいらっしゃるかもしれません。蜂蜜は甘味料の中でも特に栄養が豊富なんですね。ブドウ糖と果糖がバランスよく含まれているので、適度に血糖値を上げて安定させて満足感を高めてくれます。蜂蜜はダイエットにはおすすめな甘味料です。しかも蜂蜜にも代謝アップ効果が高いビタミン B 群やアミノ酸、腸活効果が高いオリゴ糖が含まれています。そのため蜂蜜を加えることで、きな粉コーヒーがさらに美味しくなります。その上、ダイエット効果もさらに高めることができると言えますね。私はこれをいつもね、楽天で買ってます。あと最近はこの京都の京百花っていうね、蜂蜜、こちらもめちゃくちゃ美味しくておすすめ。きなこコーヒーのおすすめの飲み方3つ目です。1日2杯飲む。ここまで聞いてきなこコーヒーの良さは分かったけれど、一体どのぐらい飲めばいいの、きなこをどのぐらい入れたらいいのって思った方も多いのではないでしょうか。皆さんもご存知の通り、コーヒーの飲みすぎは胃痛、不眠、頭痛などを引き起こすリスクもあります。コーヒーは1日につき2杯程度を目安にすることがおすすめ。そしてきなこも同様に、摂りすぎにはデメリットもあります。というのも、きなこはカロリーも糖質も高いわけではないけれども、ゼロというわけでもないから、摂りすぎればかえって痩せにくくなる危険もあります。加えてきな粉に豊富な不溶性食物繊維は、摂りすぎると便秘の悪化やお腹の張りにつながったり、イソフラボンは女性ホルモンに似た働きをするので、摂りすぎると PMS の悪化や下半身太りにつながるリスクがあります。そのため、きな粉はコーヒー1杯につき小さじ 1、2杯程度を目安にして取り入れることがおすすめ。この量でも十分きな粉の効果は得られますよ。ただいくらきな粉コーヒーのダイエット効果がすごいとは言っても、やはりダイエットの基本は食事、つまりきな粉コーヒーはあくまでもダイエットの補助ということ。とはいえ、痩せる食事ができないから悩んでいる、食べることは我慢したくない、食事制限で痩せてもすぐリバウンドしてしまうっていう方も多いと思います。しかし、健康的に痩せるかつリバウンドしない食事って実は超簡単、無理な制限をしなくてもいいんです。実際看護師、保健師、ダイエット講師として簡単に実践できる正しい食事法によって、これまで2000名以上の方をダイエットからの卒業に導いてきました。ここまで真剣に動画を視聴していただいたあなたも、食べて痩せる食事法を学んで3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では、食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができます。今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せの教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなど、合計7個のプレゼントを公式 LINE で無料で配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画を受け取れます。食事改善といっても、何からしたらいいのかわからないというご質問も多いので、この動画は超おすすめです。
すすめです。プレゼントの受け取り方はこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の公式 i の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでにご登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてくださいね。ちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなくって、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube の運営を続けているからです。一人でも多くの方に正しい食事ダイエットをしてほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。